ディフェンスを中心に組織的に守り、攻めはサイド攻撃を中心に攻めていきたいと思っています。先輩方の果たせなかった1回戦突破を目指し、チーム一丸となって勝利を1回戦突破をしたいと思います。最後まで諦めずに戦うので、最後まで応援よろしくお願いします。そうですね、今年はちょっと怪我人がですね多くて、心配はしていたんですけど、まだちょっと一人はですね戻れなかったんですけど、戻ってきて、そのチームの仕上がりとしてはいいと思います。3年生悔いのないようなですね最後の大会になりますので、なんとか一勝、できればというふうに思っています。以上です。勝つぞ。